今回は発達障害がある人の対人関係に影響する特性について、大きく3つの困りごとと具体的な対策についてやっていきたいと思います。仕事や日常生活をする上で他者とのコミュニケーションは欠かせません。コミュニケーションスキルを身につけて、対人関係の悩みを少しずつ解消していきましょう。発達障害を持つ人々の中には、他人との関係に関する悩みを抱える人が多くいます。 ASD 自閉症スペクトラム障害と ADHD 注意欠如多動症では、その原因となる特性が異なりますが、両者とも対人関係において共通して問題が生じる点があります。 ASD の人々は言葉以外の情報を理解するのが得意ではありません。例えば、相手の表情や目の動き、声の調子や仕草などをうまく読み取ることが難しいです。そのため、非言語的なコミュニケーションのやり取りがうまくいかず、相手が何を考えているのか理解できないと思われたり、誤解されたりすることがよくあります。ASD のある人々が抱える対人関係に関連する特性としては、次のような点があります。抽象的な言葉を理解しにくい。例えば、できればお願いといった抽象的な表現が理解しづらく、できないからしなくていいと誤解されることがあります。こだわりが強い。興味が偏っているため、他人の話題に乗りにくく、逆に自分の興味があることについては長時間話し続ける傾向があります。これが相手との会話をうまくできない原因になることがあります。視線が合いにくい。表情が出づらい。相手の目を見なかったり、無表情で話すことが多いため、相手に失礼だと思われたり、誤解されることがあります。口頭での理解が苦手。口頭での指示や説明だけでは理解しづらいことがあり、何度も言っているのにと感じられることがあります。思ったままを口に出す。他人の反応を考えずに直接思ったことを口に出すため、相手に怒りを買うことがあります。言葉以外の情報を受け取りづらい。相手の顔の表情や声のトーンなどから感情を読み取るのが苦手で、相手の発言を言葉通りに受け取るため、冗談などが分からず困ることがあります。テーマのない雑談が苦手。特に ASD の人々はテーマのない会話に意義を見出せないため、雑談が苦手なことがあります。これらの特性によって、発達障害のある人々は他人とのコミュニケーションにおいて誤解や摩擦が生じることがあります。そのため、理解と配慮が必要な場面が多いと言えます。 ADHD の人々は一般的にコミュニケーションの障害は少ない傾向がありますが、他の特性によって周囲との関係に影響を及ぼすことがあります。次はその一部です。思いつきで失言する。自分の発言が相手にどう映るかゆっくり考える余裕があるはずなのに、不注意から来る後先考えずの失言が起きることがあります。これによって相手を怒らせることがあるため、コミュニケーションに支障をきたすことがあります。仕事で失敗する。不注意などが原因で仕事上のミスが重なると、上司からの叱責を受けることが増えます。これによって対人関係が悪化することがあります。ついカッとなる。時間を置けば冷静に対処できる状況でも、衝動的にカッとなって相手に言い返してしまうことがあります。これもコミュニケーション上のトラブルの原因となることがあります。これらの特性によって、 ADHD の人々は周囲との関係に課題を抱えることがあります。適切なサポートや理解ある環境が提供されると、コミュニケーションの問題を軽減し、より良好な関係を築くことができるでしょう。仕事上の対人関係の妨げになる特性の一つに、感情の問題があります。 ADHD の人はその衝動性から、怒りのような強い感情を抑えにくく、湧いてきた怒りをそのまま相手にぶつけてしまうことがあります。相手との関係が悪化しやすいだけでなく、後になって後悔や自己嫌悪に苛まれるなど、その時の言動は自分に返ってきます。また、物事をネガティブに捉える特性があると、相手から軽く指摘されたことでも重く受け止めて、ムッとしてしまうこともあります。気持ちを切り替えるのが苦手だと、いつまでも引きずってしまい、対人関係に影響することもあります。衝動的に怒ってしまう特性は、 ADHD の人々が対人関係で直面する問題の一つです。
怒りを無理に抑えつけることはストレスを増やすだけでなく、後に大きな爆発を引き起こす可能性もあります。しかし、怒りを爆発させないようにするには、次のようなアンガーマネージメント、怒りの感情とうまく付き合うための心理トレーニングが役立ちます。クールダウン。怒りを感じた時には、一時的に離れて自分をクールダウンさせることが重要です。怒りの高まりを抑えるために、深呼吸や時間を置くなどの方法を試してみましょう。思考の整理。冷静になったら、なぜ怒りが湧いてきたのかを考えてみることが大切です。自分の感情を理解して、相手にうまく伝えるためには、理性的になることが重要です。アンガーマネージメントの学習。アンガーマネージメントの技術を学ぶことで、怒りの感情をより健康的にコントロールする方法を身につけることができます。専門家の指導を受けるか、関連する書籍などを利用して学習してみると良いでしょう。ストレスの管理。日常的にストレスをためないように、仕事量の見直しや体調管理に気を配ることが重要です。ストレスが蓄積されると、感情のコントロールが難しくなるため、自己管理が大切です。これらの方法を実践することで、衝動的な怒りを抑えつつ、より建設的な対人関係を築くことができるでしょう。また周囲の理解や支援も大切にして、共に良好なコミュニケーションを築いていくことが望ましいです。アンガーマネジメントの手法を実践することで、怒りをコントロールし、感情の爆発を防ぐことができます。次に紹介する方法は、急な怒りやイライラを抑えるための有効な方法です。失礼します、などの言葉をかけてから、その場を離れる。感情が高ぶった時に、まず相手に一言伝えてから、一時的にその場を離れることで、感情のコントロールに役立ちます。ゆっくり深呼吸を繰り返す。ゆっくりと深呼吸をすることで、自律神経を整え、冷静になることができます。自分を落ち着かせる言葉を声に出して繰り返す。私は大丈夫、といった自分を励ます言葉を声に出して繰り返すことで、自分を落ち着かせることができます。水などを飲む。水を飲むことで、喉を潤すだけでなく、一時的なリラックス効果も得られます。洗面所に行き、顔を洗う。洗面所に行って、冷たい水で顔を洗うことで、感情の高まりを和らげることができます。何かをぎゅっと握る。ストレスボールなどを握ることで、身体的な反応を利用して感情をコントロールすることができます。これらの方法は、怒りを爆発させる前に自制心を保つために役立ちます。日常生活で継続して実践することで、感情のコントロール力が向上し、より建設的なコミュニケーションを築くことができるようになります。もし爆発してしまったら、すぐに謝りましょう。思わず怒りを爆発させてしまい、申し訳ありません。感情をコントロールできず、申し訳ありませんでした。など、素直に思いを伝えることも大切です。なるべく事実だけを見る。ということは、怒りや他の感情をすぐに消すことは難しいけれども、相手の言動をどう解釈するかによって感情が変化することを意味します。怒りっぽい人の背後にはネガティブな見方がある場合もあります。発達障害のある人は、失敗したと感じたり、叱責されたりする経験を多く重ねていることがあります。これらの経験は、自己否定を強めるだけでなく、相手の言動をネガティブに捉える傾向を強めることがあります。ちょっとした相手の一言を、侮辱された、腹が立つ、悔しいと反応し、自分への叱責や攻撃と解釈するため、怒りが生じやすくなります。このような自動的に浮かぶ感情を一旦脇に置き、事実だけに焦点を合わせることで、怒りの爆発を抑えることができます。最初は難しいかもしれませんが、意識的に見方を変える習慣をつけると、徐々に柔軟になってきます。つまり、感情にとらわれず、客観的に状況を見ることで、冷静に対処できるようになるのです。相手を怒らせてしまうことは、正論や善意をもってした発言でも起こり得ることです。ADHD の特性が強い場合、衝動的な性格から相手の言葉を遮ったり、余計な発言をしてしまうことがあります。一方で、ASD の特性が強い場合は、見たままや感じたままをそのまま言葉にしてしまい、相手の感情を害してしまうことがよく見られます。例えば、それはないと思います。それって間違ってますよね。こっちの方がいいですよ。といった断定的できつい言い方になることがあります。
また目を合わせずに話す傾向が相手の怒りを増幅させることもあります。こうした行動や発言は発達障害による特性から来るものであり、本人の意図とは異なる場合があります。しかし相手の感情を害する結果となることがあるため、自己コントロールや適切なコミュニケーションスキルを身につけることが重要です。対人関係において相手の気持ちを理解し尊重すること、言葉遣いや表情に気を配ること、自分の感情を冷静にコントロールすることが大切です。特に ASD や ADHD のような発達障害を持つ人は、コミュニケーションにおいてさらなる理解と配慮が必要です。周囲のサポートを受けながら相手と良好なコミュニケーションを築くことを目指しましょう。衝動的に失言してしまうことは発達障害などの特性によって起こりやすいですが、次のような方法を試して失言を減らすことができます。数秒数えて待つ。発言の前に頭の中で数を数えるなど、少しの時間を作ることで衝動的な発言を抑えることができます。文字に書き出して冷静になる。思ったことを文字に書き出すことで客観的に状況を見ることができ、相手の怒りを買わないような言葉を選ぶことができます。まず肯定から入る。相手の話を理解したことを示すために、確かにそうですよねといった相槌を打ち、相手の意見に共感を示します。その後、異なる意見を述べる際には、それはどうでしょうか、ちょっと考えさせてくださいと言って、すぐに結論を出さないように心がけます。これらの方法を実践することで、感情のままに発言することを防ぎ、相手とのコミュニケーションがスムーズになるでしょう。また、自己コントロールや相手への理解を向上させるために、継続的な努力や練習が重要です。周囲のサポートを受けつつ、より良いコミュニケーションを築くことを目指しましょう。相手の感情に気づかずに思ったことを言ってしまうことは、空気を読まない発言として知られています。例えば、相手が最近目が見えづらくなってと話したときに、あ、それは老眼ですねと返すと、相手は自分の感情を無視されたと感じ、不快に思うことがあります。感情を理解するのが苦手な場合は、周囲の助けを借りて対処すると良いでしょう。次の方法が役立ちます。他者のやり取りを観察する。コミュニケーションの上手な人の会話の様子を見て真似をしたり、苦手な相手が他の人とどのようなやり取りをしているのかを観察することで、相手の感情に配慮する方法を学ぶことができます。第三者に相談してみる。相手の感情を理解するのが難しい場合は、相手をよく知る第三者に相談すると、的確で具体的なアドバイスを得ることができるかもしれません。これらの方法を試して、相手の感情に気づく力を少しずつ向上させることが大切です。相手の気持ちを理解して尊重することで、より良好な対人関係を築くことができます。自己成長を促すために、コミュニケーションスキルの向上に努めましょう。話し方や態度を改めることで、より良好なコミュニケーションを築くことができます。次の方法を試して、言語以外のコミュニケーションの取り方を改善しましょう。相手の話を聞くときは手を止めて顔を上げる。相手の話を聞くときは何かをしている最中ではなく、手を止めて顔を上げることで話を聞いてくれているという印象を与えることができます。相槌を打つ。うなずいたり相槌を打ったりすることで、相手に聞いていますという態度で示すことができます。笑顔も友好的な気持ちを示す基本的なサインですが、笑顔がふさわしくない場面や不自然な笑顔になる場合は、相槌を活用しましょう。視線を合わせる。相手とのアイコンタクトを保つことで、相手に対して興味を示し、信頼を築くことができます。ただし、じっと一点を凝視するのではなく、時折視線を外すことも大切です。これらの方法を実践することで、相手とのコミュニケーションがスムーズになり、相手の気持ちを尊重する姿勢が伝わることでしょう。自分ばかり話してしまう行動は、相手の気持ちよりも自分自身を優先してしまうことを指します。このような行動は、いくつかの要因によって引き起こされることがあります。衝動性の特性。相手の話を聞く途中で結論が分かってしまうと、面倒に感じてしまうことがあります。衝動性の高い人は、
それって〇〇ですよねと結論を言ったり自分の話を始めたりする傾向があります。ワーキングメモリーの不足。ワーキングメモリーが不足している場合、相手の話を覚えておく自信がなく、すぐに自分の意見を伝えようとします。表情の読み取りの苦手さと関心の限定。相手の表情を読み取るのが苦手で関心の対象が限定的な人は、相手が自分の話に興味を持たなくなっても気づかず、一方的に自分の話を続けることがあります。これらの特性によって相手を思いやることが難しくなり、自分の話が中心になってしまうことがあるのです。しかし意識的な努力とコミュニケーションスキルの向上によって、相手とのバランスの取れた対話を築くことができます。相手の話に対して興味を持ち、相手の気持ちを理解し尊重する姿勢を持つことが重要です。相手の話が終わるまで待てずに次々に話を思いついてしまうことは、頭の回転が速いという一面もありますが、相手の話を遮ってしまったり要点を見失ってしまったりすることがあります。これを改善するためには、相手の話に集中して相槌を打つことが重要です。次の方法を試して相手の話を丁寧に聞くよう心がけましょう。結論を先に言わない。相手の言いたいことが分かっても結論を先に言わずに最後まで相手の話を聞きましょう。相手を尊重し話に集中することが大切です。話に集中するために質問をしましょう。話に集中しにくいときは、相手に何か質問することで話を進める助けになります。笑顔でうなずきながら相手の話に真剣に耳を傾けましょう。相手の話を聞く。自分の話を押し付けるのではなく、相手の話を聞くことを意識しましょう。相手の気持ちを尊重し、コミュニケーションを円滑にするためには、相手の話に真剣に向き合うことが大切です。喋りすぎたときは気づきを示す。自分が喋りすぎたと気づいたら、さりげなく相手に質問をし、バランスの取れたコミュニケーションを心がけましょう。また相手に対して、私ばかり喋ってごめんねと謝ることも適切です。これらの方法を実践することで、相手とのコミュニケーションがスムーズになり、相手の気持ちを大切にする姿勢が伝わることでしょう。相手の表情や態度から感情を読み取ることは、非言語コミュニケーションの一つの重要な要素です。言葉だけではなく、相手の表情や動作から気持ちを理解することで、コミュニケーションのトラブルを避けることができます。次は、相手の表情や態度から感情を読み取るためのヒントです。体の動きや方向。相手が退屈している場合、体を動かしたり、そっぽを向いたりすることがあります。その場合は話題を変えたり、相手に興味を持ってもらえるような質問を投げかけると良いでしょう。声の大きさ。体を後ろに引いたら声が大きすぎるのかもしれません。少し声を落としたり、私の声大きすぎませんかと確認したりします。眉間にシワを寄せるなどの表情。相手が怒っているように見える場合、その理由を尋ねてみると良いです。何か失礼がありましたでしょうかと尋ねることで、相手の気持ちを理解し誤解を解くことができます。時計を見たり荷物を片付けたりする動作。相手が話を切り上げたいと感じている場合、時間がないかもしれません。相手に直接まだお時間はありますかと聞くことで、相手の意図を確認しましょう。これらの観察力を養うことで、相手の感情や意図をよりよく理解し、コミュニケーションをスムーズにすることができます。また自分自身の表情や態度にも注意して、適切なコミュニケーションを心がけることが重要です。相手の話を聞き、相槌を打つことと合わせて、表情から感情を読み取るスキルを身につけていきましょう。正確なコミュニケーションを確立するために、時にははっきりと言葉で意思を伝えることが重要です。特に ASD がある場合、非言語コミュニケーションを理解することが難しいことがあるため、はっきりと具体的な言葉で意思を伝えることが効果的です。次は、はっきりと意思を伝えるためのアプローチです。相手に困った顔を見せる。何か理解しきれていないときや困っているときには、相手に対して困った顔を見せることで、自分の気持ちを示すことができます。手を使って説明する。言葉だけでは伝わりにくい場合は、手を使ってジェスチャーを交えながら説明することで、より具体的に相手に伝えることができます。直接的な言葉を使う。
遠回しな表現を使わず、直接的に自分の意図や気持ちを言葉で伝えることが大切です。相手を混乱させることなく明確に伝えることが目標です。相手に対してはっきりと伝えることで誤解を避けることができます。ただし相手の感情を尊重して傷つけないように注意することも大切です。言葉と態度を合わせてコミュニケーションを行うことで相手が理解しやすくなり、円滑なコミュニケーションを築くことができます。相手の表情を見ながら感情を推し量ることや緊張感を持って会話をすることは確かに疲れることがあります。特に親しい友人との会話ではリラックスして楽しむことが大切です。趣味を共有している友人同士などでは互いの興味や話題に対して熱心に意見を交換してマシンガントークのように会話を楽しむことがあります。周囲から見ると会話が成り立っていないように見えることもあるかもしれませんが、それが2人にとって楽しいならそれが一番大切です。ただし自分が話し役になりすぎてしまったり、相手が興味を示さなそうな場面で気になったりすることもあるかもしれません。そんな時には迷惑じゃないかなと相手に一言聞いてみることが良いアプローチです。相手の本心を知ることができ、お互いが満足できるバランスの良い会話を築くことができるでしょう。コミュニケーションは双方向であり、お互いが楽しめるよう心がけることが大切です。会話を楽しむことで友情も深まりますし、相手との信頼関係を築く手助けにもなります。以上が発達障害がある人の対人関係に影響する特性と対策についてでした。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。